はいどうも、やっちゃんです。今回はスマホアプリの Yahoo Japan で受けられる全国統一防災模試の台風豪雨編をやっていきたいと思います。早速試験会場行きましょうかね。行きましょう。はい、防災なんて起きないでほしい。どれだけそう願ってもいつかはきっとやってきます。いざという時、自分で自分の命を守れるか、適切な行動を取ることができるのか、いつか想像しながら受けてみてください。はい、問題は全部25問です。回答スピードも点数に入ります。クラウドバックリロードにご注意。正解は条件によって異なります。なるほど、試験を始める。台風の進行方向が変わらない場合、より強風が吹くであろう身長1から3で選びなさい。右側やから3番回答する。あ、そうだね、合ってるよね。解説、台風は半時計回りに風が吹き込む空気の渦巻きです。台風自身の風に加えて台風を移動させる周りの風が同じ方向に吹くため、進行方向に対して右の地域で風が強くなります。これはね、テレビの天気予報で聞いたことあるぞ。次の問題。次のうち最も勢力が強いと考えられる台風は、あれ、これって低い方がダメだっけ。1番でいこう。915ヘクトパスカル。どうだ。よっしゃー。解説、台風発生時はよく耳にする中心付近の気圧ヘクトパスカルは低いほど台風の勢力は強くなります。よし、次の問題いこう。この中で短時間に強い雨をもたらす危険性がある最も高いも選びなさい。1。あー、こっちにも行けると。2とこだ、2。あー、これは2かな。2が怪しいかもしれない。1。いや、2でいこうか。2。よし。解説、雲は小さな水の粒の集まりです。発達した積乱雲は高さ10キロ以上になるものもあり、それだけ多くの雨を降らせる水分を持っています。なるほど、いい感じ。お、激しい雨が降ってきた。なるほど、1時間あたりの雨量が62。何が起きる可能性があるか全て答えなさい。60ミリの雨が降ったとき何が起きるかって、60ミリで土砂災害、あー違う、土砂が流れてくるって。60ミリ流れてくるか、60で危険、運転危険ってこと。あー、どんなもんや、マンホールから吹き出すことは60でないと思うんだよね。に今危険かって言われたら、60ではそんな危険じゃないような。どうなんだろう、危険なのかね。まあ、こんだけって言ってみようか。あ、違うわ、やっぱそう、違うよね。1時間あたりの雨量が30ミリ以上でバケツをひっくり返したような雨になります。山崩れ、崖崩れが起きやすくなり、下水管から雨水が溢れることも。1時間あたりの雨量が50ミリ以上だと傘が役に立たなくなるほどの激しい雨になります。視界が悪くなるため車
車の運転が危険なり土石流も起こりやすくなります。なるほど。都市部の河川や下水道が許容できる降雨量は1時間あたり何ミリ？1時間あたり何ミリ？80でいこう。80。あ、違うか。50かな、じゃあ。あ、50なんだ。東京などの大都市では時間雨量50ミリを許容として下水道や都市河川を整備しています。雨の情報を確認するときには50ミリを豪雨の一つの目安にすると良いでしょう。ちなみに気象庁は50ミリ、スラッシュ H 1時間50ミリねよりも強い雨のことを非常に激しい雨と定義しています。なるほど。次の問題いた。お、避難勧告ってのが出てるよ。次の市町村長による発令のうち最も緊急性が高いものは？緊急性が高いもの、緊急って書いてあるかな。これだね。緊急って書いてあるもんね。解説。災害時状況に合わせて市町村長から避難を促す様々な発令があります。違いを知って身を守りましょう。これはもうね、緊急って書いてあったからね。次行きましょう。お、浸水し始めた。次の中から適切なものを3つ選び、どの代わりになるものを選び作りなさい。代わりになるもの、作れと。水も怪しいけど、ゴミ袋の中に新聞紙入れる。水、段ボール箱、この辺使えるよ。スリッパとかマッチとか絶対違うんだよね。ぬいぐるみとかおかしいでしょ。ハンデルもおかしいでしょ。で、これでいこっか。ゴミ箱もないような気がするもんな。じゃあこれで。あ、やっぱ違うか。改札、浸水を防ぐために役立つ、どのようなカーテンとして家にあるもので簡易的に水の水門を作ることができます。二重にしたゴミ袋に水を半分ほど入れ、作る縛れば完成。段ボール箱に入れると効率が増す。便利です。あ、段ボールと水とゴミ袋なんだね。なるほど。次行きましょう。浸水被害を防ぐために土のうや水の水のを置いた方が良い場所はどこですかということで、全て選びなさい。これさ、玄関ドアの近くとトイレの入り口、これ全部なのかな。トイレの入り口ってことはないでしょ。排水口の上、怪しいな。全部、いや、玄関ドアの近くだけで行ってみよう。あ、そんなわけないか。全部かな。排水口のメモか。解説。外から室内への浸水を防ぐためには、玄関や出入り口に土のうや水のうを置くことが有効です。長めの板を置き、水のうを段ボール箱に入れて並べると、簡易的なホテルに着いたにもなります。と
トイレや排水口の逆流を防ぐためには水道を1階のトイレの便器の中に入れたり、浴室草を洗濯機の排水口の上に乗せたりすると良いでしょう。これ、次の問題でいきましょう。さて、水深40センチで浸水した場合、一般的にドアにかかる重さは40センチでどんなものやろ。64とか、もう60年経ったら重すぎて怖いけど、これでいってみようか。当てた当てた。解説、一般的な厚さのドアにかかる水圧は水深10センチでも約4キログラム、30センチで約36キログラム、40センチで約64キログラム。この水が流れ込みやすく、浸水は危険性の高い。地下室などでは特にドアが開かなくなる危険性が高くなります。なるほどね。次行こう。お、足下まで浸水してきたか。浸水した時に避難する場合、最も適切な機能を選びなさい。裸足で行くと危ないんじゃない。3番、紐で結ぶ運動靴、防水の運動靴。長靴も良さそうやけど、長靴上から入ってきて濡れそうじゃない。紐で結ぶ運動靴だけどね。そうやね。雨が降っている時には長靴を履きたくなりますが、中に水が入ってしまい歩きづらくなる危険性があります。浸水した場合の避難には脱げにくく歩きやすい紐で結ぶことができる運動靴が季節です。足も危険なので避けましょう。まあ、足危ないもんね。下で見えないから危ないもんね。何があるか分かんないし。ついに室内に水入ってきたか。室内に水が浸水してきている。家の1階にいる場合、どこへ避難すればいいか選びなさい。あ、もうこんなんさ、2階に決まってっちゃうな。車の中とかバカでしょ。で、こんな状況で最寄りの避難所に逃げられないでしょ。2階に決まってるじゃないか。道路で浸水が進んでいる場合、外へ出て避難所に向かうことがかえって危険になってしまう場合があります。建物は1階にいて急いで避難しなければいけないときは、上の階へ移動する垂直避難を考えましょう。これもね、よくねテレビでね、天気予報やったらニュースやったらでやってるよね。言ってるよね。そもそも風が強く吹いていたか。ついに風速30メートルで飛ばされる可能性があるものすべて選びなさい。風速30だったら木は飛ぶでしょ、絶対。電柱が飛ぶかって言われたら怪しいな。人飛びそう。車が飛ぶかって言ったらな、こんな30で車飛ぶのかって言われても車飛びそうやし、電柱以外飛ぶそうやねんな。あれかもしれない、電柱も飛ぶ。3人で電柱飛ぶか。これはちょっと分かんなかったな。風速とは10分間の平均風速のことです。最大風速が 17.2 メートルを超える台風と呼ばれます。風速20メートルで立っているのが辛くなる。風速25メートルで屋根が飛ばされたり、木や煙突が倒れたりすることがあります。風速約30メートルを超えると電柱が倒れたり、車に
子供などが飛ばされたりする可能性があります。あ、そっかそっか、英語、台風の時風で窓ガラスが割れないようにするのは、何がいいか答えなさいって。雑巾、物干しちゃうとこかしかね、雑巾だね。はい、すべていけるんだ。解説、台風の前には雨だけでなく風による被害にも注意が必要です。暴風によって庭やベランダのものが飛ばされて窓ガラスが割れる危険性があります。濡れた雑巾や洗濯物、水ですが窓ガラスが割れる原因になる可能性も。台風が予想されたら庭やベランダに置いてあるものを室内に片付けましょう。ついに家族の心配をしてくれた。災害電話、これダイヤルって番号何やったっけ。何やったっけ。ある企業とかやったっけ。あ、違うな、なんか何やったこれ、171か。あー、なんでいつも消えてったんだ。いやー、こんなん書けないからね、全然覚えてなかったよ。これもよく言われてることやねんけどな。あかんね。解説、災害発生時に第一に電話が集中し電話が繋がらないことがあります。そんな時に提供されるので災害用伝言ダイヤル、自分か相手の電話番号を入力するとメッセージを載せたり聞いたりできます、お兄ちゃんからの伝言が届いた。音声ありで聞こう。あやな、無事か。お兄ちゃんは避難したから大丈夫。近くの川が増水しているみたいで心配だ。これ聞いたら連絡くれ。おお。さあ、次の問題行きましょう。なんだ。避難の状況を知る際に参考にすべきウェブサイトを選びなさい。河川情報サイトと。選べないのか。自治体のサイトもな、気になる。ホームサイトとか警察サイトとかニュースサイトとか交通情報サイトとかありえない。これな、集中してるかもしれない。そこは自治体のサイトも割とありかもしれないけど、もう当ててみよう。あったあった。解説、国交省川の防災情報やヤフー天気災害河川水位情報でリアルタイムに河川の水位が確認できます。次のうち被害を種別する。図記号のうち洪水を示すものは、洪水って2番ちゃうっけな。解説、災害種別の月号は南所などの災害に有効しているか保持するために制定されています。次の問題、車の中で浸水して動けなくなってしまった場合、脱出に最も役立つものを答えなさい。あ、こ
れってヘッドレストじゃなくてっけな、あの、あってだったんで。これもあれだ、手だぎりやってたぞ。大切、先生した車から脱出するために取り外したヘッドレスを使用することが可能です。棒の部分をドアの窓ガラスの隙間に差し込む。手前に倒すとテコの原理で窓ガラスを割ることができます。2の窓ガラス、お、雷鳴ってきたか、ついに。1km の距離に雷が落ちた場合、何秒後に音が鳴るか、タイマーをタップして答えなさい。スタート。5秒ぐらい。あ、3秒とそんな早い。なるほどね。解説。空気中の音速は約340m なので、落雷地点から1キロ離れていた場合、音が聞こえるまでに約3秒かかります。雷がピカッと光ってから1秒後に音が聞こえた場合は、約340m しか離れていないということになります。なるほどね。雷が鳴ったとき、近くに安全な場所がない場合の正しい回避方法を選びなさい。うわぁ、これってどうやっけ。6メートルの高い、棒立ちに捨てるのも確か危ないような気も。4メートルでしゃがむっていうのはよかったかな。どれやっけ、2メートルのかな。4メートルでしゃがんでみようか。あってた、あった。解説、落雷時に近くに安全な避難場所がない場合、立っていたら危険です。電柱などから4メートル以上離れ、雷しゃがみのポーズをしましょう。ほう、雷しゃがみね。耳に手を当ててしゃがむのか。耳塞ぐんだ。足はつま先を支援することがポイント。なるほど。お、ついに外にも出られなくなったか。次のうち実在する非常食はどれか。25年間保存できるシチュー、これな、なんだろう。温めなくていいカレーはありそう。栄養補給できる羊羹って確かあったような気がするんだよね。あ、25年間保存できるシチュー、25年か。これはちょっとちょっと怪しいけど、まだ全ての可能性もあるんだよね。まあ、これ回答でいってみよう。やっぱこれ全てかな。25年間は保存できるシチューあるんだ。災害時に備え、日頃から非常用の水や食料を備蓄しておくことが必要です。何が言われるんやね。次行こう、次行こう。あら、ネットワーク接続できません。そう、ネットワーク接続できなかったか。あ、これ夢、一番に決まってるじゃないか。災害ネット、こんなの知らんじゃん。あの、一番や。で、よくテレビでやってるじゃん、最近。平成29年4月の熊本地震に伴い、災害時にインターネットが接続できるボシューム全欄00000 Japan 50 Japan
が開設されました。災害時に必要な情報が取得できる手段として覚えておきましょう。利用は無料ですが、暗号化がされていないため個人情報などを無通知には注意が必要です。あ、台風過ぎ去ったぞ。ついに道路が復旧。最初に水を流していけない場所は、おい、洗面トイレ危ないかもしれないな。ね、断水後の水に空気や異物が混ざっているとトイレウォッシュレットが壊れることがあります。水道が復旧したら一般的にはまず屋外に設置された水道を流すのが望ましいでしょう。屋外に水道がない場合は洗面所や台所などトイレ以外の水道で透明になるまで水を流しましょう。うちは外にもあるな。浸水後、車を使いたい場合の正しい行動は、あ、これ水が引いたらエンジンかけたら危ないじゃん。ヘッドライト、普通にヘッドライトも危ないような気がするな。バッテリーのマイナス端子はうす。え、こんなんやっていいのか。ヘッドライトつけるのも危ない気がするんだよね。まあ、これ3番でいくよ。合ってた。解説。水道水没冠水した自動車は電気系統の漏電で火災が発生する可能性があるため、エンジンをかけようとするのは大変危険です。火災を防ぐためバッテリーのマイナス側のターミナルを外しておきましょう。いいのもできましょう。もうすぐで終わりだ。水が引いた後の泥の処理、行動は、泥乾いたら無理。一番も泥が完全に乾く前に流す、それがいいかもしれません。掃除機です。掃除機壊れるよ。何をしてるんだい。大切。人生によって付着した泥は細菌や匂いの発生源になってしまう可能性があります。泥などで汚れた家具や床などは乾く前に水で洗い流すか、雑巾で水拭きして取り除きましょう。さあ、ラストかな。住まいが浸水した際に被害人分として半壊とされるものは、床上の1メートル未満の半壊やったっけ。以上で全壊だったっけ。ちょっとこれでいく。どや、あったあった。床上1メートル以上の水の場合、大規模半壊と認定され、支援金などを受けることができます。床上1メートルに満たさない浸水は半壊、床下浸水では一部損壊と認定されます。浸水を受けた家屋は片付ける前に浸水の深さや被害の状況が分かる写真を撮影しておきましょう。保険や罹災証明の取得、他の支援制度を受けるために必要になります。さあ、終わったぞ。これで試験を終えましょう。どうだ、成績発表。お、名前にるぞ。
成績を見る。テレリン。うえー、引く。100点中38。一人でできるもん。防災ワンマン引く。あ、見れるじゃん。防御力 0.75、 行動力 0.54、 行動力 0.58、 知識力 0.69、 判断力が0。ほほほほほ、自分の知識で自分の身を守る。自分助ける、自助なんて言うんだろうの精神で正しく防災に向き合っていると言えるでしょう。ただし避難所生活などは助け合いが大切。誰かと情報を伝える、誰かと情報を伝え合うことがあなた自身のためになるでしょう。もうこれで終わりかということで、トップに戻りましょう。ということで今回はスマホのアプリヤフージャパンの全国統一防災模試台風豪雨編でした。